女性自古以来都是女性は優しさの代名詞。しかし、中国大陸では大勢のファルンゴンを修練する女性たちが当局の激しい暴力に遭い、天真爛漫な子供さえ暴力を免れませんでした。中国の刑務所の中で女性たちは殴打、侮辱、強姦などに遭い、さらには生きたまま臓器を取られ、多くの命が虐殺で亡くなりました。1999年7月20日から始まったファルンゴンへの迫害。最初に伝え出された死亡例は女性でした。ファルンダーファー・ミンフィネットによると、修練を放棄しなかった張金花さんは、連続10日間警察の暴力に遭った末、10月27日、息を引き取りました。検視によると、張さんの遺体は頭部以外、全身が鬱血。死因は鈍器による殴打だったそうです。享年42歳でした。その後、各地から死亡の情報が絶え間なく伝わってきます。ミーフィネットによると、中国当局の迫害手段は、年配の女性または幼児に関係なく、極めて残虐。刑務所や拘置所で最もよく使われる迫害手段は、リンチ、野蛮な食物注入、薬物注射、侮辱、性的侵害、強姦、臓器摘出、強制堕胎、政治的洗脳など、子供だからといって手を緩めることはありません。報道からわかるように、多くの修練者たちは、もともと正式な職業や幸せな家庭を持っていました。例えば、28歳で亡くなった任金冠さん、生前は語学に長ける経理のプロでした。周彩花さんは、内モンゴルの労働組合総連合会の女性部部長でした。黒竜江省慶西市の労働者、楊海玲さん。32歳の広告デザイナー、唐慶哲さんなど。人権派弁護士、江智生さんが取材したことのあるファルンゴン学習者、王玉寛さん。衣服を剥ぎ取られ、大の字姿で木の板に26日間縛られ、警察や医者、男性受刑者からの侮辱を受け尽くしました。後に王さんは吐血し死亡。中国で最も邪悪な収容所として知られる遼寧省馬山家女子強制労働収容所。ある女性がその生き地獄ぶりを証言しました。还有呢，还有一种就是抻刑。抻刑呢，就是这个酷刑很严重了。这个是，也是一个法轮功学，他是蹲小号蹲了几个月小号，他是姓徐。他抻刑是啥呢？两个床，两个双人床并在一起，并在一起呢，就是那个胳膊和那腿呀、啊，就是抻着给掉下来那抻。抻的时候，他说最多24小时，他就下来的时候都不能动了。回来的时候，他手啊就给他电棍打的，他那手吧，就现在那个手，他是打了是肌肉萎缩，严重萎缩。就现在他回来都多长时间？他现在手还不会动，什么都不能干。また、郭さん自身は何回も強制的に不明薬物を注射されたそうです。ある一般人女性が馬山家収容所で目撃したファルンゴン学習者に対する残虐極まりない拷問を証言しました。拿钳子给把牙给掰下来了，你法轮功的，还有往脚边过电棍的，往乳头绑那什么的，把两个乳头绑在一起，不有就拿四把牙刷往女人阴道里刷的吗？毛朝外，四把牙刷是五把牙刷，毛朝外往阴道上下那什么，这是马三甲这样，中共我什么人事情做不出来呀？迫害では幼い子供たちも命を落としています。生後8ヶ月の赤ん坊から18歳の高校生まで。中国人被迫害致死、被无辜的杀害、这种群体性灭绝的行为已经延续了60多年了。我们应该正视这种血淋淋的惨无人道的这种暴行。法轮功学员能够建一个平台，把很多东西都揭露出来，能够说出来，把这个真相告诉世界，告诉中国的每一个人，让人们知道认清中共的邪恶本质吧。这个应该其他的团体应该真正的去学习吧和借鉴的地方。新東人テレビがお伝えしました。
京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。